皆さんこんにちは、トコママ情報局です。前回に続いて鬼滅の刃の聖地巡りということでお送りしたいと思います。前回はですね、胡蝶忍の産砂神、北区の滝野川八幡神社をご紹介しましたけれども、今回はですね、富岡義勇の産砂神、沼袋氷川神社という神社をご紹介したいと思います。富岡義勇はですね、中野区の野方出身ということで、これはですね、鬼滅の刃の公式ファンブックにもしっかりそんな風にご紹介されているんですよね。そしてその産砂神が沼袋氷川神社というわけなんです。さあ、そしてですね、この胡蝶忍と富岡義勇2人を結ぶ2社のコラボというのもありまして、題しまして、産砂聖地二社巡りというものなんですけれども、二社の御朱印をそれぞれ授かってくるというものになっているんですね。しかもですね、こんな風に春日井ガラスからの伝令というね、なんとも鬼滅ファンだったらワクワクしてしまいそうな設定になっているんです。私はですね、もうすでに2社の御朱印を授かってまいりまして、任務完了しております。どんな御朱印だったかというのは後ほど楽しみにしていただければなと思います。さあ、ということで今日は鬼滅の刃、水柱、富岡義勇の産砂神、中野区の沼袋氷川神社をご紹介します。新宿から西武新宿線で約10分、沼袋駅。早速沼袋氷川神社の案内看板、150メートルとなっていました。近そうですね。現在開かずの踏切解消のため、鉄道の地下化工事が進められています。数年後にはこの辺りも様変わりしそうですね。沼袋の駅から線路沿いに歩いてきても2分ぐらいですね。到着しました。沼袋氷川神社、こちらですね。おお、中野沼袋氷川神社、立派な大鳥居をくぐって境内へ。緑に囲まれた気持ちの良い参道を進んでいきます。こちら二の鳥居になりますね。右の柱には天下太平、左の柱には国土安穏と刻まれていました。いろいろと気になるものはあるんですけれども、まずは参拝したいと思います。はい、こちら狛犬ですね。こちらの狛犬はですね、子育て狛犬といって、3回撫でるとお産が軽くなると言い伝えられている狛犬なんだそうです。犬の日には安産をご祈願する参拝者がね、よく訪れてこの狛犬を撫でていかれるそうですよ。江戸時代、1864年に作られたものですね。ちょっと私はね、もうちょっと安産の必要がないので、撫でるのは遠慮させていただきますが、このように子供の狛犬をね、あやしている感じでしょうか。子育て狛犬、さあ、それではこちらですね、手水舎です。わあ、立派な手水舎、すごい。
綺麗な御社殿ですね。なんかちょっと勇壮な雰囲気も漂っています。力強さがありますね。それではここで沼袋氷川神社についてご紹介します。南北朝時代1346年に武蔵の国一宮である大宮氷川大社より御分霊をいただいて奉仕したのが始まりとされ、700年以上の歴史がある御社です。御祭神はスサノオノミコト。日本神話の中で天照大御神の弟君にあたり、ヤマタノオロチを退治したことで知られる厄払いの神様。また災害から耕作物を守る農業の守護神。日本で初めて和歌を詠んだ和歌の神様としても知られ、五穀豊穣、文武両道に卓越した神として崇められています。平成3年に造営された御社殿、中央には龍の彫刻、両側の柱には獅子がいらっしゃいます。ところどころ金の装飾も施され、豪華ながら落ち着いた力強さを感じさせます。さあ次はいよいよ沼袋氷川神社一番のパワースポットをご紹介します。さあこちらの境内にはですね、3本の大きな松があるんですけれども、こちらがまず1本、そして御社殿の右手にこちらですね、はい、そしてぐるーっと御社殿の左手の方に行きますと、こちらにも高く、もう本当に天高くそびえるというね、立派な松があるんですが、これらの3本を、全て含めまして3本願い松と言われているんですね。いや、古来より悪しきことは過ぎ去れ、願いを叶うを待つと杉の木に願いをかけて、不運、災難から逃れ、松の木に幸福を願うと必ず叶うと信じられてきました。今では幸せを呼ぶ三本願い松と呼ばれ、沼袋のパワースポットになっています。この三本の松によって御社殿もしっかり守られています。こちらは神楽殿になりますね。比較的新しい感じがします。こちらは令和元年に記念事業として手水舎とともに改修されました。それから御社殿のすぐ、向かい側っていうんでしょうか、目の前のところになるんですけれども、太田道館の道館杉跡っていうのが、あるんですよね。こちらです。これ道館杉が植えられていた跡になるんですけれども、道館というと、江戸城を築城した太田道館ですね。ここにね、太田道館が植えたと言われている、杉があったんですけれども、昭和19年残念ながらね、枯れてしまったということで、でも今でもこのように根っこの部分が残っていて大切に保存されています。こちらがね、まだ残っていた当時の道館杉の様子ですね。戦の際、この境内に本陣を置き、戦勝祈願として一本の杉を植え、見事勝利を収めました。まさに勝利のパワースポットですね。続いては、あらゆる福をもたらしてくれるありがたいスポット。こちら、
七福神の絵が描かれていますよ。七福神入り口となっていますね。実はですね、こちらはあの七福神様が一堂に会されているというとても珍しいところなんです。まあ、七福神というとそれぞれの神社や寺院にお祭りされていて、その神社や寺院をこう順番に巡ったりするということはよくあるんですけれども、こちらのようにすべての神様がお揃いになっているっていうところはちょっと珍しいんですよね。何でもですね、この辺りにはあの七福神様を祀っている神社寺院がちょっとね少なかったそうで、そこでこの沼袋氷川神社の境内にすべてお揃いになって祀られるようになったということなんですね。毘沙門天様、弁財天様、大黒天様、恵比寿様、布袋様、福禄寿様、そして寿老人様、幸運金運などあらゆる福をもたらしてくださる七福神は室町時代頃から広く信仰されるようになりました。中野区内で七福神のお参りができる唯一の場所として遠方からも多くの方が参拝にいらっしゃるようです。続いて境内社です。こちらは稲荷神社。もともと中野区野方に鎮座していた大久保稲荷神社を合祀。こちらは御嶽神社。大変歴史が古い石のお宮です。こちらは天皇社。スサノオノミコトと同一とされている御頭天皇をお祭りしています。御本殿向かって左手、三本願い松のところに鎮座されていますので、こちらへの参拝もお忘れなく。こちらがお守り御朱印の授与所です。カラフルで可愛いお守りの種類が豊富。沼袋にかけた沼袋守りに幸運守り、夢叶うの文字が入った夢叶う守り、絵馬は安産祈願や中野七福神吉祥蓬莱の図柄が揃っています。そして何といっても御朱印の種類が豊富なんです。季節限定の御朱印に月替わりの御朱印、3月はひな祭り。私は季節限定こちらの御朱印を授かりました。春の訪れを感じさせてくれる素敵な図柄です。こちらは旧野方村総鎮守の御朱印なのですが、水の呼吸と亀甲文様、富岡義勇推しの方、これは外せませんね。さあ、そしてお守り授与所のすぐ横にですね、こちらご覧ください。ファンの方から義勇さんの、ほらもうね、これも絵ですよ。すごい、これね、皆さん奉納されているんですよね。こんなねノートもあるんですよ。いろいろと書き入れることができるんですね。いらっしゃった方が義勇さんへの思いをそれぞれ綴っていらっしゃいます。うーん、すごい。2月8日は義勇さんのお誕生日で、その翌日にお伺いしてきたんですが、やはりお誕生日の前後は多くのファンの方が参拝に訪れるとのことです。それにしても皆さん笑顔上手ですね。さ
て他にも推し活スポットがあるんですよ。まだ欅坂だった頃のメンバーが一同お揃いでご祈祷にいらっしゃったんです。おのおの絵馬も奉納されています。今でも欅坂ファンの方にとっての聖地となっています。これまでもジャズフェスの会場となるなど、芸術や文化の発信地としてあらゆる年代の方々が集い、地域の活性化へとつながっています。お正月にはこのにぎわい。規模を縮小していた例大祭も今年は盛大に開催できるといいですね。沼袋氷川神社いかがでしたでしょうか。さあ、そしてご覧ください。じゃーん。産砂聖地二社巡り、二社の御朱印を授かってまいりました。こちらが胡蝶しのぶの産砂神滝野川八幡神社、こちらが富岡義勇の産砂神沼袋八幡神社の御朱印ですね。いやー、そしてこの真ん中に任務完了の印をしっかり押していただきましたよ。いや、やっぱりね、嬉しいですね。まあ、こんな風にファンの方に応えるかのように神社の皆さんもですね、こうやってコラボをしてくださったり、一緒になって盛り上げてくださってるっていうのがね、やっぱり嬉しいですよね。とは言いましても、神社というのはやはり神聖な場所ではありますので、聖地巡礼を楽しんでいらっしゃる方はぜひとも、マナーを守って参拝していただければと思います。さあ、この後はですね、ちょっとお腹も空きましたので、素敵なお食事どころでお昼ご飯をいただきたいと思います。結構細い住宅街の中を、ね、歩いてきたんですけれども、こちらですね、わー、なんか本当に普通の一軒家って感じでしょうか。でもちゃんとのれんが出て、あ、看板出てますね。わー、素敵。中野の住宅街に佇む一軒家カフェ、しのカフェさん。木金土週3日だけ営業しているんです。いや、お邪魔します。へー、いや、本当にお宅にお邪魔するような感じですね。あ、素敵。お邪魔します。靴を脱いでですね、絨毯が敷いてあって、あ、こんな感じなんだね。木のぬくもりが感じられるほっとする空間。窓の向こうには雰囲気のあるお庭、そしてなんと縁側にはこたつが。和の雰囲気とセンスが光る癒しのインテリア、まさにお家のリビング感覚でくつろげそうです。お庭には灯籠などもあって、ちょっとした日本庭園ですね。今回こちらのこたつ席に座らせていただきました。お品書きがこちら、やはり一番人気のおまかせ一汁三菜ランチをお願いしました。はじめの一品、たっぷりサラダ。シャキシャキのお野菜とドレッシングがとても美味しかったです。メインのお料理はお肉とお魚から選べます。私はお魚をチョイス。この日はカレイのパン粉焼き、トマトソース、小鉢3種、甲のもの、ご飯、味噌汁がセットになっています。品数も多くてどれも美味しそう。
店はすでに満席。他のお客様に配慮して声出しの食レポは遠慮させていただきました。カレーは熱々ふわふわ、口の中でとろけました。一口食べると止まらない美味しさ。野菜たっぷりのトマトソースが自然な甘さで美味しい。ご飯もついつい進みます。小鉢も家庭の味でありながらとても丁寧に作られていて、ああお料理ってやっぱり丁寧に作るとこんなに美味しいんだと実感しました。追加でデザートもいただくことに。3種類の中からいちごのスフレタルトをお願いしました。ケーキももちろん自家製です。美味しそう。スフレ生地がふわふわで、こちらも即とろけました。美味しい。甘さも控えめでとても上品なお味。タルト大好きなのでもう最高でした。店主のふみさんにお話をお伺いすることができました。本当に美味しくいただきました。ごちそうさまでした。もうすべてご自身で手作りされている。そうですね、はい、作ってます、家庭の味っていうね、なんか温かみのあるお料理ばかりですね。ケーキも美味しかったです。ありがとうございます。それから何ですかこの雰囲気は。この本当にもう一軒家にお邪魔したっていう。そうですね。もともと店主のお住まいだったんですか。私の祖母の自宅だったんですね。そうなんですか。で祖母の、祖母が10年前に亡くなって、でここが空き家になっていたので、せっかくこういうお庭があるので、お庭を見ていただけるようなお店をやってみようかっていうことで、そして、私と母に手伝ってもらって、木金土曜日だけなんですけれども、お店をやらせていただいてます。そうなんですね。やっぱりその手作りにこだわっていらっしゃるっていうところで、もう週3日がもういっぱいいっぱいですか。そうなんです。なんかお客様からは、もっと他の曜日もやってくださいとか、日曜日もやってくださいとかっていうお声はいただくんですけども、まずそのクオリティを下げたくないっていうこともあったり、自分のこう、自分が納得してご提供できる内容とか、その精度とかっていうのを考えると週3日ぐらいがちょうどいいかなという感じで今のところはさせていただいています。そうなんですね、それだけにもうあのいただくお料理っていうのが本当にもう心も手間もかけられた込められたものっていうのがすごく伝わってきます。ありがとうございます。お料理の点では何かこだわってらっしゃることとかってありますか。最初にサラダでお出ししているお野菜のところ、そこにちっちゃな畑があるんですけど、そこで、父が、お野菜作ってくれたり、あと主人の、実家が静岡なんですけど、義理の、あの母が畑をやってるんですね。でそこで野菜を結構作ってまして、それがこう定期的に送ってきてもらえるので、なるべくそういうその安心安全なお野菜がお出しできるよっていう形で、お野菜にちょっと気を使って。そうなんですね、もうご両親のもお力あってこそっていう本当にそんなに助けてもらってます。そうですね、本当に鳥の鳴き声を聞きながらこう緑に囲まれてお食事ができるって、もう本当に贅沢な時間を過ごさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。
店主のふみさん、とっても素敵な方でしたね。こだわりの詰まった素敵な一軒家カフェ、とっても人気なので予約されることをおすすめします。古来より人々の願いを叶え続けてきた願いの松。私たちの暮らしを豊かに導いてくださる七福神の神々。時代とともに私たちの心の拠り所は新たな姿となって、毎日がより輝くものに。心と体を健やかにしてくれるありがたい笑顔と食にも感謝です。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。